こんにちは。こんばんは。今回は、うつ主がネットで購入したものを紹介するぜ。前回の続きよね。ああそうだぜ。うつ主が IO データの HDMI ゲームキャプチャー GVHDREC という商品を購入したので、前回は開封と動作確認をしたんだけど、今回は今まで使っていたキャプチャーとどの程度映像が変わるのか比較してみるぜ。もしこの動画から見始めた人がいたら、先に前回の動画を見てくれると嬉しいぜ。ちなみにうつ主が今まで使っていたキャプチャーは、同じく IO データの GVUSB2 という商品だぜ。こちらは PC につないで使うタイプのキャプチャーで、映像はコンポジットと S 端子でキャプチャーすることができるぜ。録画ソフトは付属の CD に入っている、ライトキャプチャーというソフトを使うか、自分で他の録画用ソフトを PC に入れて録画することができるぜ。ちなみにうつ主は OBS スタジオというフリーソフトを使ってキャプチャーしているぜ。使うソフトとか設定とかその他もろもろの環境で結構画質が変わると思うので、今回の比較はあくまで参考程度に見てくれると嬉しいぜ。うつ主は機械に強くないので OBS の設定とか他の録画ソフトのことを聞かれても何も答えられないぜ。いやじゃあどうやって設定したのよ。ネットでいろいろ調べながらなんとか設定したんだぜ。OBS スタジオで検索すれば詳しく説明してくれているサイトとかあると思うので、もしその辺が気になる人は検索してみてくれだぜ。随分人任せね。いやーだって下手なこと言って間違ってたら申し訳ないじゃないか。まあそうだけれども、あくまでも今までのうつ主の環境からどの程度画質が良くなったのかってことで、ちなみに今回もレトロフリークの映像を使って比較していくぜ。GVUSB にはざっくりとこんな感じで接続していたぜ。変換器は海外製の安いものを使っていたんだけど、変換器の性能によっても結構画質が変わると思うので、これをちょっといいものにするだけでも画質は改善されたかもしれないな。でもその分お値段もするんでしょ？ああ、だから変換器に高いお金出すくらいならと思って、思い切って HDMI のキャプチャーを購入したんだぜ。結構な出費だったけどね。まあな。ちなみにこちらの GVHDREC の方は、ざっくりとこんな感じで接続しているぜ。うつ主は外付けのハードディスクにデータを保存しているけど、SD カードに保存するようにすれば結構接続はスッキリするんじゃないかな。ってことでうつ主のキャプチャーの接続環境はざっくりとこんな感じだぜ。本当にざっくりとだけどね。では実際に比べてみるぜ。比較に使うソフトは今回もロックマンメガワールドだぜ。で比較したのがこちら。なんか映像の大きさが結構違う気がするけど、左の映像が GVUSB2 の映像なんだけど、この映像を撮った時はまだ OBS じゃなくて付属のソフトで録画してたみたいだな。いやそれじゃちゃんと今までの環境と比べられないじゃない。そうなんだけど、変換器が壊れてるから撮り直しできないのでこれで勘弁してほしいぜ。いい加減ね。ちなみにカットマン線はこんな感じだぜ。おお、動きがあるとかなり違いがはっきりするわね。そうだな。GVHDREC の方はかなり映像のブレが少なく撮れているな。音声の方はあんまり変わらないかな。そうね、音声はどちらも綺麗に撮れてるわね。ってことで今までのキャプチャー環境と新しいキャプチャー環境の比較は以上だぜ。なんかいい加減な比較になってたけど、とりあえず前より綺麗な画質で録画できるようになったってことね。ああそういうことだぜ。あとこの GVHDREC は付属の変換ケーブルを使うとコンポジット出力の映像もキャプチャーできるので、せっかくなのでコンポジットの映像を録画したものも比べてみるぜ。こちらの比較に使うのはハードは 3DO だぜ。ソフトの方はスパミ X を使うぜ。でこんな感じで接続して録画した映像がこちら。なんかずっとビーって言ってるわね。そうだな、結構ノイズが入るみたいだな。BGM が鳴ってればそこまでノイズは気にならないかな。そうね。映像の方もまあまあ綺麗に撮れてるんじゃない？そうだな。では早速前に録画した映像と比較してみるぜ。並べるとこんな感じだぜ。いやまた映像の大きさが違うじゃない？そうなんだよな。左の映像は GVUSB2 と OBS スタジオを使って以前録画したもので、こっちは良い感じの出尺になってるのに対して、
GVHDR1 の方はアナログ接続した映像は SD 画質でしか録画できないみたいで、大きく映したい場合は後で自分で引き伸ばす必要があるみたいだな。まあもしかしたらウプ主がうまく使えてないだけでアナログ接続した映像も SD 画質以外で録画できるのかもしれないけど、その可能性もありうるわね。一応プレイ画面も並べてみたぜ。画質的にはそんなに変わらないかしら。縮尺が違うからなんとも言えないけど。そうだな。ただ音声はノイズが入らない分 GVUSB2 の方が良いかな。しかしこれも接続の仕方とかその他もろもろの環境によっても変わりそうだし、一概にどっちが良いとは言えないかな。なんか今回はグダグダな比較動画になったわね。そうだな。これも全てウプ主の力量不足のせいだぜ。そうね。グダグダついでに前回言っていた GVHDREC のパススルー機能でどの程度遅延が軽減されるのかも見てみるぜ。ちゃんと違いがわかるように映せたの。いやーちょっと微妙だけど一応頑張って撮ってみたので映像を流すぜ。検証に使ったのはまたレトロフリークだぜ。ちなみにソフトはスーファミのスパミで試してみたぜ。まずは HDMI パススルー機能オフから。ちなみに HDMI の分配器を使って手前の小さな画面にキャプチャーを通していない映像を映して、奥の大きな画面にキャプチャーを通した映像を映しているぜ。ちょっと見づらいわね。そうだな。けどこれでもだいぶ頑張ってなんとか2画面同時に撮影してるんだぜ。とりあえず奥の画面の映像が微妙に遅れてるのが分かってもらえるとありがたいぜ。あとは音を聞いてもらうと分かりやすいかな。確かに音は結構ずれて聞こえるわね。では続いて HDMI パススルー機能をオンにした映像を見ていくぜ。ちょっとわかりづらいけどほとんど映像にズレがなくなっているぜ。そうね。さっきよりほぼ同時に動いてるような気がするわね。こっちも音を聞いてもらった方がわかりやすいかな。確かにさっきは結構ズレて聞こえてたけど、こっちはそこまで気にならなくなってるわね。ってことで HDMI パススルー機能でどの程度遅延が軽減されるかの比較は以上だぜ。HDMI パススルー機能を使えばそこまで遅延は気にならないわね。そうだな。しかし撮影した映像だと実際に見るより違いがわかりづらくなるな。実際目で見るとパススルー機能をオフにしている時はもっと遅延が目立つんだけどな。まあ肉眼で見るのと撮影した映像で多少違いがあるのはしょうがないんじゃない？まあそうなんだけど、もうちょっとまともな撮影環境だったらもっと違いがわかりやすかったかもな。そういえばこれの全体的な使用感としてはどうなのよ。ああ、それに関してはウプ主的にはかなり良かったみたいだぜ。特に難しい設定もしなくていいし、PC 不要で簡単に綺麗な映像で録画できるし、ウプ主みたいな初心者には入門用として使うにはかなり使いやすい商品なんじゃないかな。ただ反対に細かい設定はできないので、いろいろと設定にこだわりたい人にはちょっと物足りないかもしれないけど、あとは PC 不要な代わりに、別途記憶媒体が必要なのも好みが分かれるかもな。頻繁に PC とデータのやり取りをする場合は PC を使ってキャプチャーするタイプの方が面倒くさくないかもな。あとはアナログで録画する場合はちょっとノイズが気になるかな。確かに。まあアナログで録画する場合は今まで通り GVUSB2 を使うことにするぜ。こっちなら S 端子で接続できるし。そうね。両方のいいところを選んで使い分ければ良いものね。そういうことだぜ。あと一点気になったのが、結構発熱するってところかな。短時間なら問題ないと思うんだけど、長時間録画するとなるとどの程度耐久力があるのか気になるところだぜ。夏場とか長時間使用する場合はちょっと怖いわね。そうだな。まあ個体差とかあるのかもしれないけど。まあ何にせよ HDMI 接続できる機体に関しては、今までよりもかなり良い画質で録画できるようになったので、ウプ主的には買ってよかったと思ってるぜ。いやーしかし電子機器のレビューって難しいな。そうね。今までなんとなくレビュー動画とか見てたけど、みんなかなり頭使って考えてやってるんだなって思ったぜ。まあそれが分かっただけでもよかったんじゃない？そうだな。というわけで今回はこの辺で終わっておくぜ。最後までご視聴ありがとうございました。バイ。Thank you.